い、カスカス。部室一番乗りとかやる気だね。いたずらばっかりだけど、根はいい子なのよね、カスカスちゃんは。いつも素直になってればいいのに、カスカス。カスカスさん、今日もスクールアイドルのトップを目指して頑張りましょう。イエーイ、カスカス最高。なんでみんな当たり前のようにカスカスって呼ぶんですか。私はそんな中身スカスカみたいな名前じゃないです。あとカナタ先輩、何も思いつかないなら言わなくていいですから、適当すぎ。刹那先輩も悪意ゼロの笑顔で呼ぶのやめてください。キッ。はぁ、やっぱりカスミンを本当の名前で呼んでくれるのは先輩だけです。もう先輩だけが呼んでくれればいい。そんなの悲しいよ。私もかすみちゃんのことちゃんと呼びたいよ。そうですよ、かすみさん。かすみさんと呼べないなら、この先何とお呼びすればいいんですか。かすみちゃんはかすみちゃんだよ。他の誰のものでもないかすみちゃんだけの名前を私も呼びたいな。純度 100% の眼差しで連呼されるのも、それはそれでムカつく。これは愛とは言いません。ただの後輩、同級生いびりです。かすみちゃんは反応が面白いからついね。そうそう、カスミンとこうして仲良くできんのもカスミンが同好会を続けてくれてたおかげだし、感謝の意味がこもってんのさ。そうですよね。この場所をずっと守ってくれていたのはカスミさんですもの。1ヶ月で部員10人だっけ。そんなハードな提案にもめげずに立ち向かったんだからさ。ねえ会長様。その説は本当にお騒がせを。ずっと一人だったのに辞めなかったのは純粋にすごいと思うよ。どういたし向いて。どう。カスカスの赤面ショットいただきました。あれ、ちょっと泣いてる。泣いてるわけないじゃないですか。カスミの涙は激レアだから、そんなホイホイ流しません。っていうかカスカス言うな。先輩、今から部室ですか。偶然ですね、かすみもなんです。一緒に行きましょう。いえいえ、これはかすみが責任持って運びます。これはかすみから皆さんへの愛ですので。ああ、よかった、ちゃんと来てくれた。ほら、歩む、愛さんの言った通りだったっしょ。信じて待ってりゃいいんだって。歩むさんが先輩が遅いから何か事件にでも巻き込まれたのではと不安になられて。
この匂いはパン。かすみちゃん、そのバッグの中にパンが入ってるね。あ、どんな嗅覚してるんですか、エマ先輩。むむむ、バレてしまってはしょうがない。皆さん、カスミンからの差し入れですよ。わ、なにこれ、コッペパン。すごい、コッペパンの山だ。なるほど、あのパンパンのバッグにはパンが大量に詰めてあったわけか。パンだけにパンパン、くこれ市販のパンではありませんね。もしかして手作りですか。刹那先輩、意外といい目をしてらっしゃいますね。その通り、このコッペパンはカスミンが皆さんへの愛情をたっぷり込めて作りました。驚いたわ、これだけの数を本当に自分で作ったの。そうですよ、どうぞ遠慮なく食べて食べて食べまくってください。そして大量の炭水化物を精肉としてお腹に蓄えるのですよ。したい。パンの香りに包まれて夢の中へ。かすみちゃん、今度ぜひ枕サイズのコッペを。本当ですか？先輩のためなら毎日焼きますよ。いいな、私も私にもお願い。カスミンマジで才能あるわ。将来お店やるなら口コミサイトに絶賛コメント書きまくるね。カスミちゃん、今度パン作り教えてくれない？どうすればこんなに美味しくできるの？もうみんな一斉に喋らないでください。まあ褒めてくれるのは大歓迎ですけど。あれ？なんだか普通に感謝されてる。こんなはずじゃなかったのに。皆さん、ニュースです。今週末、虹ヶ崎学園高等部の外部入学希望者を対象としたオープンキャンパスが開催されるのですが、ここで行われる部活動紹介に我らスクールアイドル同好会も参加することになりました。人数も集まって本格指導したわけだし、紹介するべき組織として認めてもらえたってことかしら。本番はどんなことをすればいいのかな。スクールアイドル同好会を紹介するんだから、やっぱり歌って踊る。それが一番わかりやすくはありますが、後に他の部が控えていることを考えると、あまり凝ったことをやる余裕はありませんね。持ち時間ってどのくらいなんですか？一つの部活につき約5分です。みっちこ、何もできなくない？いいかもしれないわね。それなら短時間でも見栄えしそうだわ。センターは誰がやるの？仕方ないですね。ここは超絶可憐なカスミンが。いいえ、
ここは年長者として私が引き受けるわ。1年生のかすみちゃんにはまだ荷が重いんじゃないかしら。ちょっとちょっと、勝手に決めるの反対。愛さんもセンターやりたい。私も真ん中で踊るのやってみたいな。センターとは演劇でいう主役ですよね。心惹かれるものがあります。センターやればはるかちゃん褒めてくれるかも。みなの衆、かなたちゃんにセンターの座をよこすのだ。皆さんご心配なく。未来の二次学生徒に大好きを主張する素晴らしさを伝えるため、私が責任を持ってセンターを務めます。みんな主張が強いよね。じゃあこうしましょう。学園のみんなに選んでもらうんですよ。学園のみんなに？そうです、誰がセンターにふさわしいか投票で決めるんです。誰が選ばれても恨みっこなし。どうですか？そうね、第三者の視点で選ばれるならまあ納得もできるかしら。わかりました。早速生徒たちへの周知と学園の公式ホームページに投票サイトを開設しましょう。にひひ、決まりですね。結果が楽しみです。今日の学食も混んでるね。空席見つけられてよかった。先輩、コッペパン焼いてきました。どうぞ食べてください。えへへ、かすみん先輩好みのいい匂いですか？嬉しいです。ちなみに今日はコッペパンは全粒粉を使ってあるんですよ。昨日はライ麦入りだったね。かすみちゃんのコッペパンはいつも美味しそう。美味しそうじゃなくて美味しいんですよ。どうしてもって言うなら歩先輩も食べてもいいですよ。1個の10分の1くらい。あははは、ありがとう。にひひ、あったじゃなくてあるんですよ、これから。これから？あ、もしかしてセンター投票の結果？そっか、今日が締め切りだったよね。そう、かすみんが虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のセンターとして確定する日です。当然です。スクールアイドルとして実績のある刹那先輩とか、大人っぽくてセクシーなかりん先輩とか、ちょっぴり手ごわそうな人たちもいるけど、私の愛らしさは誰にも負けませんから。かすみちゃんかっこいい。コッペパン配ったり、掃除当番代わってあげたり、課題を移させてあげたり、学食の席を確保してあげたり、菓子もいっぱい作ってやりましたからね。皆さん、心の準備はよろしいですか？じらさないで早く教えてよ。ドキドキするね。クイーンは誰になったのかしら。緊張でゾワゾワする。最下位だったらどうしよう。リナちゃん大丈夫だよ、1位かもしれないよ。あれ、
でもそれだと私は一番になれないことに。あれ？どんな結果でもそれが学園の皆さんの総意なら受け止めます。はるかちゃんから必勝お守りもらったから1位のはず。皆さん怯えすぎですよ。結果はもう決まってるんですから。さあ刹那先輩、ドドーンと発表しちゃってください。わかりました。では発表します。センター投票第1位は、準備期間はあまり取れなかったけど上出来だったんじゃないかしら。はい、来てくださっていた方々に私たちの魅力を十分に伝えられたと思います。先輩のスピーチ素敵でした。あの短時間に私たちの活動内容を正確に伝えていらして。全然わかんなかったよ。堂々としててかっこよかった。今日来てくれた子たちってさ、中学生だよね。可愛かったな。うん、はるかちゃんの子供時代にはかなわない。かなちゃん本当に妹ちゃん好きだよね。ことあるごとに押してくるよね。海外から来た子もいたね。入学してくれるといいな。きっと素敵な思い出がいっぱいできるよ。もしかしたら今日来てくれた子たちの中に将来同好会に入ってくれる子もいるかもしれないね。もしそんな子がいたら、かすみんがスクールアイドルの何たるかを手取り足取り優しく教えてあげますよ。ビシビシ厳しくするんじゃなくて。かすみちゃんは率先して先輩風吹かせそう。むしろ出る杭は素敵な。ちょ、この何より可愛くて誰より優しいかすみんがそんなことするわけないじゃないですか。学園のみんなは意外と見る目なかったみたいですね。ありがとうございます、先輩。やっぱりかすみんは先輩が大好きです。9人中4位。微妙ですよね。真ん中よりは上だけど、表彰台には登れない。まったく。こんなに可愛いかすみんの魅力に気づいてない人が多すぎます。次までにかすみんの魅力をもっともっと広めていかないと。絶対一番になってみせます。可愛いだけは、可愛いだけは絶対負けるわけにはいかないから。先輩先輩、かすみん、次のソロイベントに来てくれたみんなから可愛いって言われたいんですけど、どんなことすればいいですかね。いえいえ、それだけじゃ足りない気がするから聞いてるんですよ。いえ、ニコニコにとかないんで、何年前のセンスだよって思いません？っていうか、何年前でもそのセンスはないんですが。それに、みんなに向けての挨拶っていうよりも、もっと身近で思わず胸がキュンとしちゃうような、私を応援してくれてる人たちだけが特別に思えるようなことがしたいんです。
そうです。そのちょっと言葉が乱暴になっちゃいましたけど、別にニコ先輩のことバカにしてるわけじゃないんですよ。あのセリフはニコ先輩が作り上げてきたものだし、あの人だけの可愛さっていうか、カスミンの美学とは違うだけっていうか、だから新しい何かを考えたいんです。カスミンの可愛さは先輩が一番よく知ってると思うんですよ。だから先輩が思うカスミンの可愛さを教えてください。全部言ってくれちゃっていいんですよ。カスミン聞いてますから。ふふふ、ひひぃ。え、砂赤くなんてなってませんよ。まあ先輩が言うようにかすみの可愛いポイントはたくさんあるってことですよね。なんでそんなこと知ってるんですか。バレないようにこっそり読んでたのに。なんですか？今の流れでどんないいこと思いつくんですか？やあ！絶対やめてください！そんなことされたらカスミン二度とステージに上がれなくなっちゃいますよ！もうそういうんじゃないんです！なんかここまでこれだってのが出ないのやばくないです？かすみのイベント大丈夫かな。ダメ、それはなしです。はぁ、読んでる姿は絶対に見せたくないですけど、でも今回はファンレターのお礼を言おうと思います。感想とかお礼とかいっぱい言いたいことあるんですよね。そうですね。じゃあカスミン、それをやってみますね。よーし、あとはカスミンの歌声でファンのみんなをもっともっと可愛いってさせちゃいますよ。びっくりした。もう先輩、いるならいるって言ってくださいよ。今カスミンすごいだらしない顔しちゃってたかもしれないのに。いえ、なんでも。今日はですね、この間のソロイベントの時にもらったお手紙を読んでたんです。あ、先輩も見たいですか？見ちゃいます？ソロイベントはカスミンと先輩とで成功させたようなものですから、もちろんです。そうでしょ。ふふふ、これは間違いなくカスミンが同好会の中の一番人気に躍り出ましたね。しかし、これで満足するカスミンではないのです。ここで掴んだファンは絶対に離しませんよ。もっとカスミンにメロメロになっちゃう策を考えないと。ほら、先輩も一緒に考えてくださいよ。そうやって追い打ちしないでください、先輩。本当、
先輩ってずるいです。しましたよ。でも説明したところでわからないでしょうから説明しません。ニブニブの先輩はそのままでいいんです。話を戻しますよ。カスミン、どういう風にしたらもっとファンを夢中にさせることができますかね。なるほど、カスミンの魅力を次々と見せて夢中にさせるってことですね。そういうところですよ。そういうところが先輩はずるいんですよ。ニブニブのくせに。先輩、お昼ご飯中すみません。カスミン、いいこと思いつきました。カスミンのファンクラブを作ろうと思うんです。もちろんそうですよ。わお、カスカスファンクラブ作るの？もう、アイ先輩、カスカスって言わないでください。ごめんごめん、カスミン可愛いからさ、つい言っちゃうんだよ。あれ、可愛いから言っちゃうんですか？もうしょうがないですね、愛先輩ってば。でもそれってすごくいいアイディアだね、かすみちゃん。やっぱり歩先輩もそう思っちゃいますか。自分でファンクラブを運営しているスクールアイドルは全国にもほとんどいないと思います。もしかしたらかすみんが初かも。少なくとも同好会の中でファンクラブができたのはカスミンが最初。トップ人気を誇る私にふさわしい計画だと思うんです。ファンクラブとはちょっと違うかもだけど、私もそれっぽいのあるよ。アイ友のグループ、結構人数増えてきたんだよね。わあ、ぐなんな、アイ友というくらいです。そのグループ、知り合いとか友達ばかりなんじゃないですか？うん、確かにみんな友達って感じ。それでは厳密にはファンクラブとは言えませんね。友達の関係だし、半分くらいはきっと身内ですよね。カスミンはそうじゃなくて、ちゃんとしたファンクラブを。何ですか、先輩？そうかな。ファンクラブっていうか、私のことを応援してくれている人たちがいるってだけで。なんですって？なあ、歩先輩だけには負けたくないのに。悔しいです。ごめんね、かすみちゃん。謝られると余計泣きそうになっちゃうんですけど。まあまあ、人はどうあれ、かすみんはファンクラブを作るんでしょ。応援してくれる人たちとつながるのめっちゃ楽しいよ。私たちで何かできることがあったら言ってね、協力するよ。先輩はいいですけど、歩先輩と愛先輩の協力はいらないです。だいたい先輩たちはライバルなんですからね。ライバル？何の？スクールアイドルとしてですよ。そっか、カスミンにライバル認定されてるのはなんかちょっと嬉しいやね、歩。うん、私たちも頑張らなきゃね。負けないよ、かすみちゃん。嬉しいんですか？そうなんだ。でも残念ですけど、かすみんはお二人を置いてどんどん先に行っちゃいますから。
すみほどになると生きてることがスクールアイドルとしての特訓っていうか、そういうとこあります。はい、先輩もお疲れ様です。今日のトレーニング内容もかすみんにぴったりでした。それもこれも先輩にそうまでさせちゃうかすみんの魅力がすごいってことかな。キャー、またさらっとそういうこと言うし。はい、お願いします。まあ、あゆむ先輩とあい先輩には先越されちゃいましたけど、あれは非公式ですし、公式が運営するオフィシャルの本格的なファンクラブはかすみんが一番最初ですからね。同好会のみんなが真似してもいいようにお手本になるようなすっごいのを作らないと。あ、はい、それはかすみんも情報を集めました。やることたくさんありますけど、まずはホームページを作りたいなって。今はインターネットで情報を集める時代ですし。そうですね、かすみんのスクールアイドルとしての魅力がドーンと伝えられる感じがいいですね。やっぱり日記は必須ですよね。かすみんが毎日どんなことをしてるかを発信したら、みんなどんどんかすみんの可愛さにハマっていくと思うんです。いいですね、かすみん毎日夜寝る前に可愛いポーズを研究してるんですよ。その成果を見せる時が来ましたね。かすみんにしかないですか。この可愛さ、それ式になります。そうですか、先輩が知りたいなら。じゃあ、はい、やりましょう。はい、あ、コッペパンにはいろいろ種類あるんで回数分けてやりましょうね。そうなんですよ、あんことジャムとかピーナッツとか果物と生クリームとかきな粉とか、あ、それにコッペパンの生地に抹茶を入れたりしても美味しいんです。そうですか、じゃあ明日かすみ一押しのコッペパン持ってきますよ。一緒にランチしましょう、先輩。これだけ確認したら大丈夫ですよね。ありがとうございます、先輩。うちまで来てもらっちゃってすみません。これでやっとかすみんのホームページの完成ですね。結局ほとんどお任せになっちゃいましたけど。えへへ、じゃあこれは先輩とかすみんの愛と努力の結晶ですね。ではいよいよホームページ公開、かすみんファンクラブ会員の募集開始です。やったー、かすみん SNS で今日の夜にホームページ公開って宣伝したんです。きっとすぐにかすみんのファンクラブに入りたいって大量のメールが押し寄せちゃいますよ。見逃しがあったら大変だから、ホームページのアクセスとメールのチェックはこまめにしなきゃ。
まあ、いいえ、さっき SNS にもホームページ公開したってお知らせしてきたんです。だからきっとすぐに来ます。アクセスされすぎてサイトが落ちちゃったら大変だから見張っておかないとです。アクセスゼロなんですけど。あれだけ二人で動作確認したじゃないですか。それはないと思います。先輩は好きに飲んできてくれていいですよ。お母さんには話をしてますし。私はこのままチェックを続けます。そうですよね、すぐには来ないですよね。それはわかってるんですけど。でもかすみのことをチェックしてる人がいるかもしれないから。見に来てくれるもん。先輩見てください。ほらこれ見てくださいよ。今アクセスがあったんです。一人ですけど。でもあったんです。よかった。かすみん屋上でホームページのチェックをするの日課にしてるんです。はい、さっきも一人登録が来てましたし。はあ、アイトモや上原あゆむファンクラブの人数早く追い抜きたいな。焦るなって言われても無理ですよ。だってカスミンはスクールアイドルの中で一番可愛いを目指してるんですから、負けたくないんです。ま、カスミンは負ける気なんて全然ないんですけどね。だってカスミンのファンはとってもコアなんですよ。カスミンの日記とかチェックしてくれて毎日メッセージくれるんです。ほら今日もこんなメッセージが届いたんですよ。メッセージをもらえるカスミンは誰よりも素敵なスクールアイドルなんですよ。それはもう言わないでくださいよ。まあ現状に満足しているカスミンじゃないですよ。アイトモや上原あゆむファンクラブを超えるファンクラブにするべくさらなる努力が必要なんです。私考えたんですけど、人数がちょっとずつしか増えないのって多分カスミンファンクラブの素晴らしさがみんなに伝わっていないからだと思うんですよね。それが伝わればきっとたくさんの人が会員になりたいって思ってくれるはずなんです。そこでカスミン考えました。カスミンファンクラブの楽しさを歌にして次のライブで披露するんです。はい、ファンクラブに入れば超絶可愛いカスミンのこんなところやあんなところが見れちゃうよって歌詞にして。難しいかもしれないんですけど、そういうことが伝わるようなそんな曲を作りたいです。カスミンの作詞で。
スミンもそう思います。だから先輩、今まで以上に協力してくださいね。はい、一緒に頑張りましょう。カスミンのお家でもっともっと合宿しましょうね。よかったです。先輩の作ってくれた練習メニューでカスミンの方の準備もバッチリです。明日はパワーアップしたカスミンを披露できますよ。それにこの歌を聴けばみんなカスミンファンクラブに入りたくなること間違いなしです。うん、間違いなしですよね。ですけど、先輩はどう思うかなって。そうですね。ああ、でもでも、なんか見逃してるところはないですかね。もっともっとカスミファンのみんなが喜んでくれそうなことがあるかも。でも時間がもうないし、とはいえ。このままじゃ物足りないって思われてファンクラブに入ろうって思わないかも。先輩？はい。ライブが楽しみですけど、その前にやりたいことがあるんです。はい、先輩のためだけにスペシャルライブを開催したいと思います。はあ、先輩ってばやっぱりニブニブなんですね。違いますよ。新曲もそうですけど、ファンクラブのことやホームページのことでいろいろカスミンを助けてくれた先輩にお礼がしたいんです。カスミンの愛情たっぷりの歌で。ダメダメですよ先輩、見るだけじゃなくてカスミンと一緒に歌ってくださいね。先輩と楽しみたいんですから。えひひ、みんなたくさんコメントくれてる。やっぱりカスミンってみんなに愛されてる。あれ、先輩どうしたんですか？そんな暗い顔して。ほらほら、先輩も見てくださいよ。カスミンと先輩が頑張って作ったステージ、すっごい褒めてもらってますよ。突然、なになに？やですね、先輩。ファンクラブの人数、10人も増えたじゃないですか。アイトモや、
上原歩夢ファンクラブにはまだまだ届かないですけどね。でも不思議なんです、あまり落ち込まなかったっていうか、どっちかっていうと嬉しくなっちゃったっていうか。かすみ、最初はもっともっと人数が増えたらいいのにって思ってましたけど、ファンクラブのみんなと触れ合ってるうちにちょっと変わってきたんです。かすみのことを可愛いって思ってくれて、好きになってくれて、応援してくれる人が本当にいるんですよ。かすみ、その人たちのために精一杯スクールアイドルしたいんです。先輩ならそう言ってくれると思ってました。先輩に認めてもらえると私すごく力が湧いてきます。あ、そうそう、見てください、先輩、ファンクラブ会員のためにかすみん会員証を作ったんですよ。そうなんです、そうなんです、いろんな色で輝くかすみんをイメージしてるんですよ。これ後で登録してくれた会員のみんなに渡そうと思ってるんですけど、まずは一番最初にこれを先輩に贈呈します。ふふふふ、そうでしょうとも。はい、栄えあるかすみんファンクラブ会員番号001番の会員証です。一生の宝物にしてくださいね。毎日？もう先輩はどうしてそうかすみんをすぐ喜ばせるのかな。それってずるいです。もう私が喜ばせる方になりたいんです。これから一番のスクールアイドルになって先輩やファンクラブのみんなを喜ばせるんです。はい、かすみんの輝く未来には必ず先輩がそばにいてくれなきゃなんですから、お願いしますね。かすみんのファンクラブの初企画について悩んでまして、夜も眠れなくて目の下真っ黒なパンダさんみたいになっちゃいました。でもまあ目の下真っ黒なパンダさんなかすみんも可愛いと思うんですけど。今日は9時に寝ます。じゃあかすみんの安眠のために手伝ってくださいね。実はかすみんのファンクラブの初企画は何をしようかってことなんです。かすみんといえば可愛いのにパン作りも上手な家庭的な子っていうところは外せないじゃないですか。だからファンクラブのみんなとパン作りをしようと思ってるんです。あ、もちろんいきなりパン作りってハードルが高いと思うので、かすみんの作ったコッペパンに何を挟むのが一番美味しいかって感じにしようと思ってるんですけど、何を挟むのかアイデアが切れちゃって、あんこと生クリームとバターとジャムとチョコレートとハチミツとピーナッツクリームとハムと卵とツナと
ポテトサラダとコンビーフと焼きそばと、あと何があると思います？でもこれじゃ普通ですし、カスミンのファンクラブのみんなが喜んでくれるようにしたいんです。先輩すごい、なんだか急に豪華なコッペパンになりました。それでバリエーションを増やしたいと思います。3人です。ちゃんと考えてますから期間取りましたよ。でも結局この間のライブの後もあんまり人数は増えなかったので、このくらいかなって思います。そうですね、でもそれはまた今度で。カスミン的にはたくさんじゃなくてもカスミンを好きって言ってくれる人たちにカスミンがどれだけ嬉しいって思ってるか、そういう気持ちを伝えたいんです。でも言われてみればカスミンのファンクラブだってもう少し増えてもいいはずですよね。カスミンの可愛さ的に、カスミン他のみんなのファンクラブがどうしてるのかちょっと研究してみます。でもその前にカスミンと作る一番美味しいコッペパン企画を成功させます。くださいね先輩。そうだ先輩、カスミン気づいたんです、カスミンファンクラブの致命的な欠点に。そういうことじゃないんです、聞いてください。実はファンクラブの名前がダサいんです。カスミンファンクラブってダサくないですか？あゆむ先輩は上原あゆむファンクラブだし、愛先輩は愛友、なんかかっこいい。カスミンファンクラブなんてありきたりの名前がこの集まりの魅力を伝えきれないんだと思うんです。カスミンの魅力を完璧に伝えられるファンクラブ名を作らなくてはいけません。手伝ってくれますよね先輩。ありがとうございます。カスミン的にはもう軽くイメージはあるんですよね。ですね、カスミンのファンクラブはカスミンとファンのみんなが一緒に作り上げる場所っていうか国みたいなものにしたいんです。カスミンはお姫様ですよ。ファンのみんなが王様で、カスミンとの幸せな国を作るんです。それも考えたんですけど、いまいちしっくりこなくって、カスミン的可愛さが足りないっていうか。あ、それいいですね、カスミンとみんなの幸せなお城。先輩のアイデアにカスミンのアイデアをプラスしてマジカルカスミンキャッスルっていうのはどうでしょう。表記はどうしようかな、ひらがなだとダサいから英字ですね。マジカルカスミンキャッスル、マジカスカス、マジカスカス。